問とかあったら質問ね、どんなこと占ってほしいかとかですか。患者さんの毒舌というのはこの調子でやってった方がいいですか。あのね、向いてますね、素が綺麗じゃないですか。全部面白かったのは素で出したんですね、やっぱり芸人って作ってるんじゃないですか、でそこ素で素直で単純な子供の気持ちではっきり言うところがすごい可愛かった。占いじゃないかもしれない、本当に行きます。だから精神年齢が低い人が向いてるんですよ、素で行くから。精神年齢が決して上ではない、これ占いからではなく、まあこれは感想として。占いと、お笑い評論家混ざっちゃって一番嫌いなやつになってるじゃん。